どうも、てっぺいチャンネルです。超撮りましたマジひばかりだ。あ、ひばかりのチビ、いい昆虫なんだけどね。本源ゲット。あ、マジマジ。はい、本源手づかみガムシ。ガムシやおやりましたね。やりましたすっげー。はい、2日目の朝になりました。昨日は一日ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ポテ君もありがとうございます。さあ、今日は仕掛けた。今日ね、昨日残した、夜残したトラップ。トラップ、はい、残りのね。うん、はい、それ、上げてみて、はい、で、上げた後に、ちょっとガサってみようかなと。うん、ガサりましょう、ガサりましょう。今日の外本命は丸型。丸型ゲーム、ね、丸型と黒。うん、はい。はい、で本源はもういらないと。いる。本源は本源で、見たいからね。うん。で、ポテ君本命は僕も丸型が丸型欲しい。あ、やっぱ丸型。そうですね、メスが欲しい。やっぱりね、好きな人は一緒ですね。丸型は渋い、黒人好みの言語の、はい、うん、サイズがちょっとちっちゃいけどね、うん、はい、じゃあ今日も一日張り切って行ってみましょう。ダメだ、土壌。ほんとだ、土壌だけ。ちっちゃい言語がちょっと入ってます。入ってますよ。なんかすいませんね、締めだと思いますけど、締め言。ああ、ほんとだ。こっちは黒源一匹と。ああ、でも黒源ヒル。これ、治水じゃないですよ、シマイシビルなんです。本来、ミミズ食い、ミミズとか貝を食うんですよね。これは血を吸わないやつです。これやっても大丈夫。うん、理論上。はい、土壌いっぱい。ヒル人気だからな、イベント。ヒル自体って土壌なんですか。土壌ヒルだね、これ。あげさん、いいこと言うね。あ、シマゲンが、コシマゲンが一匹入ってる。あの、口細。いや、土壌。これなんだ。黒ずまみにしたら細長いんだよね。これ標本にして持って帰ったら面白いんですか。これですか。ちっちゃすぎるよ、はい、あ、ちっちゃすぎるか。最近ね、目が見えない。はい、あそこに中に土壌がうごめいてるんです、これは。土壌ばっかり土壌ばっかり、珍しいな、これは。もうガサってください。はい、やばい、夜あんだけ水釜いたのに、まず水釜がゼロ。先生すらいないですよ。うん、入る。はい、はい、黒毛いった。ありがとうございます。本源出ました。太陽に照らされてめちゃめちゃビッカビカですね。オスですね。やっぱオス率高いね。よっしゃ、本源取った。おお、いいじゃん。じゃあ、ちょっと当たりより使いやすい。そう使ってダメだよ。あ、マジで。めっちゃ飲めだか。終わりますね。20匹ぐらい群れてんの。わかりますよ。そうですね、黒源は入りました。どれまた。あ、黒源じゃない、これコガムシか。黒源では。あ、どっちもコガムシか。ああ、この動きは黒源だ。あ、この動きは間違いない。間違いないですね。このビチビチ跳ねてるのは黒源号です。表現、このお尻がちょっと赤いのが可愛いですよね。へぇ、点々が。ああ、もう先生する。で、東京帰ってなんで逃がしちゃったんだろう。もう帰りのサービスエリアぐらいで言ってそうっすね。もうコカマもする。コカマキーをする。せっかく自分の目で見つけたのに。もういい。昨日あんだけ。よっしゃ、黒源だ。はい、黒源。
丸型って入ります。おー、丸型いった。あー、なんかオスっぽい。オスだ。メスじゃない。そろそろ腹減ったって言い始めるかもしれない。あと30分は大丈夫かな。あ、なんでもないです。なんか俺のこと言ったな。一発目、先生ガムシ。あ、トノサマガエル。はい、トノサマガエルゲット。フナが取れた。うん、これ2匹ですね。フナ、うわ、やっと黒ゲン取った。お、はい、黒ゲンゴロ。手で取ったんですか。手で。すごい。ここでよかったぜ。黒ゲン。すごいすごい。あ、オオコイムシも取れましたね。これ入れたくねえな。姫がいっぱいいますね。ちょ、黒ゲン、黒ゲン、まあこれがしたかったんでしょ。はい。よし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 。何取れた。大姫レンゴ、大姫ゲンゴロ。大姫ゲンゴロ。うわ、大海沢かな、これ。なんだっけな。でっかいっすね。お菓子みたいな。そうする。グミみたいな。グミみたいな。これ、オニヤンマ幼虫。2例ぐらいかな。でかい土壌。今回、最大サイズ。うん、最大サイズ。はい、2日間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すごかったですね、トラップ、うん、まあ、トラップはね、トラップの印象がめちゃめちゃ強いですね。うん、はい。俺はほら、もうガサ入れめんどくさいから。田辺さんもう、ここ地元じゃないですか、うん、もうガサ入れ全くしないで、やりますよ、はい、春とか。はぁ、はぁ、はぁ、うん、春、えっと、下成虫、取るのに春はやりますけど、はい、夏はほら暑いし。夏、秋はやらない。もうやらないですよ、秋もほら草ぼうぼうだし。あ、そうですよね、うん、確かにね、うん、でもまあ我々からしたらもう何度でもやりたいですよね。そうですね、はい、でももうしなくてもいいかな。いや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 、ほら来るときね、はい、来るときはそうやってほらいっぱいいるけど、はい、国の方針としてね、うん、くだらねえ、うん、ね、あれがあるから。であれ隠語ばっかりですね、うん、だから本源よりもね、はい、俺はどっちかというともう黒源の方が。あ、黒源いいですよね。黒源いい、うん、渋い、うんうん、まあ、丸型もあれだし、はい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 、うん、ダメになりましたもんね。あれ、はい、あれですから。あれね。うん、はい、もうつまんない。うん、つまんない。うん、まあ、ただ採集して飼育する分には大丈夫ですもんね。全然問題ないですけどね。うん、そうするとやっぱり我々的には魅力ですよね。非常に。ね、はい、うんうん。まあもう少しね、はい、丸型取りたかったな。そうですね。うん、じゃあちょっと今回のね、2日間の採集をちょっと、うん、あの一緒にね、うん、やってくれたポテ君からちょっと一言コメントをいただきたいと思って。ポテ君一言どうぞ。はい、まあ、おかげさまでゲンゴロウもたくさん見ることができて非常に満足が最初になりました、はい、まあ、ちょっとねまた丸型がさっきも言った通り取れなかったり、あとルリボシがね非常にめちゃめちゃ飛んでて取れなくて歯がゆい思いしてるんで、またちょっと来年リベンジに行きたいと思います。成虫狙いで。成虫狙いで。なるほど、はい、上がりました、ね、でも種類的にはすごいよね。すごいですよ、豊富ですよ。すごいよね、はい、だってゲドウだってもうね、何でもそうですね、何種類も、うん、キープできたし、うん、ゲドウ、ソロメさんがゲドウって言うともうどの昆虫かもう分かんないですからね。いや、だって本命
ね、本命以外は本源でしょ、はい、その他は全部ゲドウですね。あ、全部ゲドウなの。全部ゲドウ。全部ゲドウ、うん、簡単で分かりやすいですね、うん、はい。でもほら、はい、嬉しいゲドウって言うから。嬉しいけど、嬉しいそれゲドウじゃないんじゃないですか。いやいや本命じゃない。それゲドウじゃないでしょ。いやゲドウなんですよ。ゲドウなんですか。ただ嬉しいけど。なるほど、わ、うん、かりました、うん、はい。じゃあまあ引き続き ね、そうですね、ちょっとまたね、うん、2人で遊びに来ますんで、よろしくお願いします、はい、はい。じゃあこれからも、うん、てっぺいチャンネルをよろしく、うん。